はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、いやー、ちょっとね、マリオデッセイの、ツイッターアカウントの通知が来て、今日の11時かな、朝の11時頃に、その通知が来て、なんと、新衣装の発表がありました。はい。そして、今回の新衣装、レーサーの服、レーサーの帽子、はい。あの、ヘルメット。ということは、まあ、この前、少し前に言っていたね、ゾンビマリオとか新衣装の、会ってたので、おそらく今後ね、ゾンビ服とか、サンタの服とか、確定というかね、まあ、合ってるんじゃないかなと、デマではなかったなということが、分かったんですが、で、今回そのね、発表があったのが11時だったんですよね。で、僕ね、実は少し前の企画で、コイン0枚で、ルイジに話しかけるとっていう企画をやったんですよ。その時にパワームーンをめっちゃ買って、コイン0枚にしてたんで、ほぼコイン0枚からスタートだったんですよね、11時に。やばいと思って、もう即仕事の休憩の合間には、これ、コイン集めを今しました。こういう感じでコインは一気に集めれるので、レーザー服、レーサー服欲しいなっていう人は、ここで、コイン集め、今みたいにしてみてください。はい、これで、8000枚貯まったので、まあ皆さん今もう発言したように、レーサーの服は、8000枚でございます、コイン。じゃあ今からちょっとお着替えしたいと思いますので、行きましょう、ショップのところへ、レッツラゴーということで。いやー、レーサー服来ましたね。よかった。だから、今後も多分、8ビットマリオ、ゾンビマリオ、サンタの服、あと指揮者とかかな、そういうマリオも今後出てくるんでしょうね。まず第一弾がレーサーということで。もうオデッセイはどんどん進化していくということで行きましょう。それではレーサー服買いましょう。なんだレーザーって。ウィーンやめてくれ。行くぞ。私にレーサーの服をください。はい、いらっしゃいました。こちらです。はい。レーサー帽にレーサー服。行きましょう。まずこちらを買います。よろしくお願いいたします。そして、これさ、マリオの顔見えないんじゃない？もしかしたら。これかっこいい感じになるんじゃない？フルフェイスでしょ？フルフェイス。あ、間違えた！Oh my god。皆さんまだ見ないでください。まだ見ないでください。体だけ見てください。うわー、恥ずかしい。今回、こちらで、あー、見えるのか？なんだ、姿見えちゃうのか？なんか、真っ黒のフルフェイスだったらかっこいいなって思ったんだけどね。フルフェイスー！よし！はい、こちらでございます。レーサーマリオ。しかしですね、これでは終わりません。はい。今回、私、新衣装があったら必ず皆さんしていることがあります。なんでしょうか？まあ、おそらくタイトルにも書いてあると思うので、皆さん一斉に言いましょうか。せーの！クッパに会いに行くっていうことで、じゃあ、今回はね、このレーサー服で、クッパに会いに行ってみたいと思います。まあ、クッパくんがいるところはこのクッパ城ではなく、もちろん、月の国結婚式場でございます。クッパはですね、まあ、衣装によって、言う言葉が変わるんですよね。だ例えば、ルイージの服だと、読んでもないのにのこのこと、んこの格好どっかで見たことあるぞとか、なんか、例えば、他には、透明マリオかな？透明マリオで言ったら、んどこにおるみたいな感じで、ん姿が見えみたいな感じで言ったりとか、骨マリオで行くと、なんだろう、大丈夫かみたいな。そういう感じで言ったりとか、結構言ってくれるんで、もしかしたらレーサー服でね、クッパの言うことが変わるかもしれないので、でもね、過去ね、トッパー服とか、最近の、最近のアップデではクッパさん何も言わないんですよね。最近っていうかアップデ後かな？透明帽はあれか。最初からあった帽子だからね。だからそろそろアップデでクッパさんが言う言葉をね、僕が実況でね、毎回トラングさん、クッパの、ことを言っとるでちょっと付け加えたろかみたいな感じでね、マリオのね、会社の人が言ってくれたら嬉しいな、なんつってね。そんなお前、知られてないから。お前のことなんか、任天堂さん知らねえから。むしろ知られてて、こんにちは。もし知られてたとしても、お前ブラックリスト的な感じだからな、みたいな感じで思われると思うんですけど。それでは行きましょう。参ります。行くぞ！イエアクパ！こんにちは。君、ライコネンです。まあ僕はライコネ派なんですけどね。まあ小腹いこねんかなとか、あとアロンソかな。やっぱりね、レッドブルが最強だった頃はね、やめとこう、もういいわ。行くぞ。参る。行くぞ。はい、こんにちは。さあ、なんと言うでしょうか、クッパさんは。
てか、マリオ、あの、帽子をかぶってくれないか、フルフェイスを着てくれないか、マリオくん。行くぞ。なんでもないのに、のこのこと。参りましょう、行きましょう。3、2、1。なんだそのスポーティー、あー一緒かー。やっぱりそう、あ、でも、あれか、一応分類はされてるのか。あのね、このスポーティーな格好って、あれなんですよ。あのね、ブルの格好とか、野球帽とか、そこら辺でスポーティーな格好って言うんですよ。だから、スポーツ系なもの、すべて、あの、一緒になっちゃうのか。いや、でも、やっぱ、なんか、なんだろう。お、お前、車走らせるのか的な感じで言ってくれるかなと思ったんだけどな。そうか、変わんないか。じゃあ、倒すだけだな。貴様のこの帽子、欲しかろう。やらねえよ。クッパ、お前のこの代表的な帽子、そのまま一緒に落ちてやるよ。ちょっと待って。あ、これで風船になると面白い。ちょっと死にたいのにお助けモードで死ねないっていうね。トラリさんはあの上級者なんですからお助けモードやめてくださいって言うじゃないですか。あのね、あの設定戻すのがめんどくさいっていうね。ちょっとすまんなクッパ、貴様の帽子二度と返さんぞ。世は満足じゃ。はい、ということでね、あの、今、お隣さんがいることにようやく気づいたんですけど、はい。あの、今回はね、レーサーの服で、まあ、新アップデのね、レーサーの服を着てみました。はい。クッパさんに言ってもね、スポーティーな服としか言われないんですけど、まあ、今後、このレーサー服でいろいろ、もちろんトライアングさんね、あの、もう知っての通り、新しい服装が出たらいろいろ検証するので、まあ、今後ね、まあ、明日になるか明後日になるかわかんないですけど、投稿していきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。そして、幸せな二人の間を突っ切って邪魔をする。これがトライアングルの日常である。それではさようなら。バイバイ。見てね。